オスブライコスは、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体で、コマルカダリミアに属する。ガリシア統計局によると、2010年の人口は997人。カスティーリャ語表記は定換しのないブロンコス。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は98.80%。オスブライコスは、オーレンセ県の南部に位置し、コマルカダリミアに属する。 北から東にかけては、新ソデリミアと、東から南にかけてはバルタール。西は、カルボスデランディンとポルケイラの各自治体と隣接。自治体中心地区は、オスブランコス教区のオスブランコス地区。オスブライコスは、新ソデリミア司法管轄区に属す。自治体市長は、A、AP が、の、ホセマヌエル・カストロ・ブランコ。自治体評議員は、A、AP が、4、ガリシア国民党。 三となっている。オスブランコスは七の教区に分けられる。太とは自治体の中心地区のある教区。ありがとうございます。